それでは続きまして、えー、落合様、えー、栃木県の方からのお話になりますので、よろしくお願いいたします。ああえー、栃木県の壬生、えー、町の東京サテライトオフィスの落合と申します。えー、栃木県というとです、ね、皆さんのイメージにあるのはいちごじゃないかなと思うんですけれども、いちごは北九州 ですとか、九州の方の甘音を競っておりまして、非常に厳しい戦いをしているんですけれども、もう一つ特産品がございまして、かんぴょうというものがございまして、かんぴょうの方は、栃木県は国産かんぴょうの98%が栃木県産ということで、ダントツ1位のかんぴょうの町でございます。で、その種を持ち帰ったのは栃木県三井町、えー。なかなか覚えてもらえないので、この一点だけ三井町の特徴として覚えていただければと思います。 では早速、あの、私どもの方のちづくりについてご説明させたいと思います。先ほどちょっと書きましたビッグデータを活用した SNS 広告に行動変容の検証ということで、こういった取り組みを、今日ここに参加させていただいた出会いも含めてなんですけれども、令和2年の6月ですね、昨年の6月に、 東京虎ノ門ヒルーズの CIC 東京というシェアオフィスの方にですね、ビブバンチの東京サテライトオフィスということでこちらの方を曲がりして入らせていただきました。 で、ミブ町の方のこちらの方に入った目的といたしましては、東京に集中する人や物情報ですね。そういったところと、町の方をこう連携しまして、新しいイノベーションを起こしていこうということで、入らさせていただいたものでございます。で、そちらのオフィスの方は、300社以上の大手企業様からベンチャーやスタートアップが入って非常に本当に活気のあるオフィスで、毎日がこう、 まあ私なんかが行くと本当にイベントをこうやっているような形で、まあいろんな人との出会いなんかがある場所だなというふうに思っております。で、キーポイントは私のところで週2日の東京勤務ということで、えー、小山駅から JR で乗ってきて新幹線で通ってるんですけれども、え、だいたいあの40分ぐらいで。 東京駅まで来て、そこから通って、本日も、あの、日帰りという形で来ているような形が、今の勤務状態でございます。で、時点の、先ほどのトークショーにもあったと思うんですけれども、えー 申請率がですね、えー、低いとなかなかあの補助金がもらえないみたいなところがありまして、えー、マイナンバーカード100%、こちらはまあ国の方でも掲げている目標なんですけども、こちらの申請率100%に向けて、まあ、自治体間で競争している。そして、えー、全自治体が窓口の拡充,拡充や出張窓口の設置など、 をこう一緒に進めていた、え、ま、経過がございます。その前まではミムーチの低い申請率がこうやっていて、同じことをやっていても逆転できない。そんな地元の困った話をですね、こちらのサテライトオフィスの方でさせていただきましたら、そこに、まあ、実際にそこに入居している企業のその先だったんですけれども、そちらの企業様の方から、 えー、ビッグデータから、えー、町民を対象にですね、SNS の、えー、プッシュ型の広告を使って、マイナポイントを使える、ミーバーチのお店と、えー、2万円も、2万ポイントもらえることを PR して、なんか LP ページを作成して記事を見た人がネットをし通して申請した状況があり、えー、役所にビーコンを設置すれば記事を見て申請に来た人もわかります、みたいな話をされました。えー、私はよくわからなかったんですけれども、えー、十分にキラキラした目をしていたので、一言、いいね。 で、内容的には、こんな形で、マイナーカードを PR コンテンツ、ここから業者さんが作ってきた提案書になるんですけれども、コンテンツを作ったり、SNS コンテンツのその検証ですね。で、またあの役所内にデジタルサイネージとビーコンを置いて、その、 見た人が来て申請したかどうかといった、そういったデータも取れるということで、今現在もこの辺の取り組みはしている状況です。で、町内に一番びっくりしたのは、一番下のところに書いてあるんですけれども、町内在住者で、Facebook、インスタ、LINE やってる人に2万1365人もいるということで、非常にこの数字に驚いて、その方に6回も PR ができるということに驚いて進めてきた事業でございます。時間がないので、この辺飛ばさせていただきます。 で、実際に上げた、あの、ページがこのような形で、マイナポイント2万円分もらえるということと、町内の飲食店の方ですね、取材をしていただいて、こういったお店で使えますということで、2万円と町内のお店も PR したというのが特徴でございます。これは実際に役所内に設置しました、えー、サイネージと、えー、ビーコンの方のものになります。で、現在の状況っていったと,ところで、まあ、この辺をこうやったところ、議員さんとかも反応して、じゃつまり俺たちはスマホからいろんな情報を取られてんだなということを理解してくれたっていったことが、まあ、大きな状況、の、変化でした。 今後の展開といたしましては、えーえー、申請した方、し,、ね、しなかった方の,その行動の分析ですね、まあ、人流データも含めてその辺のデータと、えー、これ記事を見てどのくらい行動変容をしたか、こういったことを追いながら、えー、紙やそういったところからいかにしてこうデジタルに変えていくかということを、町、えー、として取り組んでいければと思います。あ、えー、あり様ありががととううごござざいいままししたた この二部町のあの取り組みというのは、あの、県下で何か予行連携をされているようなものってあったりするんですか他の町とかですね、その、栃木県下の他の自治体とこういう素晴らしいね、お取り組みをされていらっしゃるので、まあ、何かこう共有されているものがもしかしてあればって思ったんですが、このあたりは そうですね。官境に関しては、まあ、広域でこう連携をしていろいろ PR とかしてるんですけども、このデジタルについては、今回ちょっと本当にたまたまこう、あの、知り合いと業者さんからこう、いいねをして始まってきたところがあって、で、これはあの、新聞社さんとかメディアさんにも投げたんですけれども、意外とこう、デジタルのこういった内容って伝わらなくて、 記事があまり大きくならなかったっていうのがちょっと残念なとこであったんですけど、今後この分析結果とか行動変容に関してうまくこう PR して、あのー、まあ、栃木県内とか田舎の方にもこういう SNS を使った記事でこれだけ大きな反響があったっていうのを起こせればなというふうに思ってるんですけども。ありがとうございます。はい、そうですね。素晴らしい取り組みをされておられる部分を、ぜひ他の地域の、ね、方々とシェアをされるということで、もっともっと盛り上がりが、ね、出てくる可能性っていうのはあるんでしょうね。まあ、官票は共通している部分でもありますし、やはり、<laughs> ぜひ皆さんと同じ視点で盛り上げていくということで、どんどんね、広がっていけばいいですね。ありがとうございました。